黄色くて穴だらけ、四角いズボンを履いていつもこんな感じ。スポンジボブに会おう。海底のパイナップルの家に住んで、ペットのゲイリーも一緒。カニカーニではフライ係として大活躍。誰よりも優秀なんだ。まあ一人しかいないけど、でも素敵な仲間たちがいるよ。親友のパトリック、スポンジボブと冒険を繰り広げる。パトリックが何か考え始めると、時間がかかっちゃうけど。そしてイカルド、いつもちゃんと手助けしてくれる。あれイカルド、手伝わなくていいの？さあズボンをしっかり履いて思いっきり楽しもう。そして笑い転げよう。スポンジボブと一緒に月曜から金曜午後7時、オンニコロデオン。